地球岬は北海道室蘭市の太平洋に面する岬。名前はアイヌ語のチケプに由来しており、それが点火して一般的に地球岬と呼ばれている。江戸も半島の太平洋側は海抜100メートル前後の断崖絶壁が約14キロメートルにわたって連なる景勝地であり、室蘭八景の一つとなっている。丸い水平線の絶景を見ることができるため、 元旦には初日の出見物のために多くの人が訪れ普段は観光客で賑わっている。1985年に朝日新聞による北海道の自然百選。1986年に北海道郵政局によるあなたが選ぶ北海道継承地。1987年に読売新聞による新日本観光地百選でそれぞれ第1位を獲得し、 2012年には、春からもいます市浜、とっかり諸島ともに4つの地域が、江戸も半島外海岸と名付けられ国の名称、ピリカノカに指定された。地球岬灯台は1920年に初点灯し、日本の灯台50選、土木学会選勝土木遺産に選定されている。地球岬から西側にあるチャラツ内までの一帯は、都市計画による約50ヘクタールの緑地となっており、 散策路が整備されている。春には、カタクリや、エゾカアラナデシコ、オオバキスミレなどの花を見ることができる。周辺は、渡り鳥のルート上にあり、渡り鳥を狙ったハヤブサの映像地としても知られている。さらに、キツツキなどの野鳥も観察できるため、市民単調会が開かれている。緑地のほぼ中心部に位置している水路は、エゾ山昌王の繁殖地として、 貴重な場所になっている。ありがとうございます。